アルミ、待って。今からラガコ村を目指したってコニーには追いつけない。それに追いついたとしてどうするの？お母さんを人間に戻すことを諦めろって言うの？言うよ。ダメだったとしてもできる限りのことを行動で示さなきゃいけない。じゃないと神の信用を得られない。あの子が頼りだ。まだどこかに潜んでるライナーや車力の巨人をおとなしくさせられるかどうかがかかってる。9つの巨人の継承をかけた問題が消えるわけじゃないから。最悪なのはこの巨人の力をめぐって争い続けた2000年の歴史を繰り返すことだ。この小さい島の中で。正直今すぐベッドに入って2日間程度眠りこけたいくらいには疲れてるけど、とにかく今できるだけのことをしなくちゃ。こじんまりした今後の人類史に大きく影響するだろうから。コニーに言うよ。お母さんはひっくり返った巨人のままでもいいんじゃないかって。行ってくる。アルミ、私はどうしたらいいの？ジャンの手助けをしなよ。少しは自分で考えて。エレンのことどうするの？わからないよ。それにどうしようもないだろ。ハンジさんと兵長は殺されたかもしれないし、フロックたちが僕らにも銃口を向けるかもしれない。それに兄が復活したかもしれない。もう兵団の指揮系統は機能してない。無秩序だ。そうだ、ヒストリアも危険になるかもしれない。義勇兵やアズマ人、ニコロの立場も危ういことになる。だからもうどうしようもないエレンのことなんか考える余裕はないよ。それくらいわかるだろ。エルヴィン団長がこの場にいたらこんな無様に当たり散らしたりしなかったのにね。え？今答えが出た。生き返るべきだったのは僕じゃなかった。